ムハンマド・イサビモアブル・ハリムは、シンガポールの元サッカー選手。現役時代のポジションは、守備的 MF で、元シンガポール代表。また、シンガポール・ライオンズ・トゥエルブの元首相である、ウッドランド・ウェリントン FC で、プロのキャリアを始めた、彼は、ヤング・ライオンズ、ホーム・ユナイテッドの順に移籍した。その後、シンガポール・ライオンズ・トゥエルブに移籍し、2014年度は、 同チームの首相を務めると、2015年6月27日に、タンピネスローバース FC へ移籍した。これにはかつて監督としてお世話になったバラダラジュ、スンドラモールシーが関わっている。代表デビューは2005年10月11日のカンボジア戦である。2007年の東南アジアサッカー選手権では、同国の優勝に貢献している。また、 U-23 代表として2005年、2007年の東南アジア競技大会にも参加し、銅メダルを獲得している。2007年11月のインタビューによると、彼はシンガポール代表のマレーシア戦を祖父と見て、サッカーに興味を持ったという。こうしてグリーンリッジ中学校で13歳にして、サッカーを始めた。しかしその2年後には、 シンガポールの U-16 代表に選出され、ウッドランド・ウェリントン FC に所属することになったので、ある。ライオネル・ルイスのように、アディダスのシンガポールにおけるサッカーの広告塔としても活躍した。2008年2月には、リオネル・メッシ、アリエン、ロッペン、ダビド・ビジャのような世界に名を知られたサッカー選手と共に、 バルセロナで開かれたアディダスの F50 中ニットの世界的な発表会に出席した。その後、世界、ジュマートジャンタン、ライオネル・ルイス等と同様にプーマイとスポンサーを変えた。代表での得点シンガポールライオンズ12、シンガポール。ありがとうございます。